それではですね、早速講義の方を始めていきたいと思います。で、今回はですね、最初の方もお話ししましたけども、ある程度こちらの方で考えてきましたが、大体皆さんこれからビジネスを始めるという方なので、どういうふうにビジネスをこう作っていくかというところの、今日基礎的な話から、最終的に、その経営みたいな感じでね、人を使って、事業を大きくしていくみたいなところまでちょっと話していきたいかなと思っております。はい、ではまずはですね、収入の方程式というところでお話しさせていただこうかなと思っています。で、収入の方程式っていうのは、これは先にビジネスを作っていく上では絶対先に考えなければいけないことなんですけども、意外とね、皆さん考えていないというところがすごくありますので、毎回この話させていただいているんですけども、まず収入の方程式っていうのはすごく簡単で、まず商品ですね。まず商品があって、客数、お客さんがいる、どれだけいるか、で、収入だったり、売上が立つとということになります。で、実際にビジネスってこれだけです簡単に言って本当にね、本当にこれだけです。僕は高校中退で全く学歴ないんですけど、掛け算の足し算しか未だに使ってません、それだけ本当にビジネスってすごい単純です。簡単ではないですけども、単純です、はい。で、じゃあどういうふうにこれを組み立てていくかといったら、じゃあまず、僕のクライアントさんとかではまずいつも言ってるんですけども、まず20万とか30万稼ぎましょうって言ってるんですけど、それぐらいの値段だったらね、とりあえず独立企業は、独立はできるん で独立すると、すごく価値観が変わるというか、サラリーマンでは味わえないなんかこうパラダイムシフトが起きるので、まず1回独立してくださいって僕はいつも言ってます、はい。で、何ていうんですかね、イメージとしてはこれなかなか伝えづらいですけど、初めて一人暮らしした時みたいな感じですね。わかりますか一人暮らししたことある、支度してる人、はい、ないですか、ないですか、はいはい。一人暮らし僕ね、18の時高校中退したんで、高校中退してから速攻一人暮らしし始めたんですけど、洗濯って意外と大変だなみたいな、水道料金2ヶ月に1回なんだみたいなそういう驚きがいっぱいあったわけです。料理とか炊事とか掃除とか結構大変だなみたいな、一人暮らしして初めてね気づくことなんですけども、結構パラダイム史上大きく起きたんですけど、そういう感じなんでね、独立企業ってやると意外とお金稼ぐの大変だなとそうそうそう、給与毎月25万円振り込まれてると幸せだったんだなみたいな個人事業主になったら家賃とか部屋借りれないんだとかね、フリーターの方が地位高いんだとかそういう新しい驚きの発見があるんですよね。で、そのパラダイムシフトが起きると意外とそこからじゃあどうするかっていう話で、強制的にその技術とかスキルが身につくので、まず独立しましょうって言ってます。で、じゃあ独立するためにはねどうするかっていう話ですけども、まずじゃあ例えば30万稼ぎたいとするとしたら、客数、例えばです、商品が単純に1万円だったとしたら、30人ですね、月だから月収で考えましょう。月収、まずね、結構ビジョンとかねいろいろあると思いますけども、とりあえずはちゃんと稼がないとビジネスを効率よく進められませんから、ね、サラリーマンやりながらだったら結局1日8時間か10時間拘束された空き時間でやらなきゃいけないから、ね、ビジネスだから、まずはこれ1本で、何かのビジネス1本で稼げるようになれれば、その延長線上に自分のやりたいビジネスがこう設定すればいいだけなので、やっぱりコツコツ進められるわけですね。全力で走っていけるので、副業で、最初は、副業で当然やっていきますけれども、だんだん独立を目指してやっていって、独立してから、どんどんこう加速していきますんでね、まずはそこを目指しましょうということで、1万円のものを30人に販売したら30万、これは当たり前ですね。じゃあ、これまた当たり前の話ですけども1000円1000円だったら300人に売らなければいけません。これが100円になっちゃうと3000人です。ですね。
これすごく単純な計算ですけども、だ結構ね、僕もいろいろな方に相談を受けたりとかしますけども、結構100円とか1000円のものをね、いっぱい売ろうとしてる人が多いです。例えば僕もなんかネット系で結構教えたりしてるんですけども、なんかアフィリエイトって稼げるんですかみたいなね、なんかネットショップとかやったら稼げるんですかみたいな、なんかそういうふうに結構言われたりするんですけども、いや、そもそもいくらの商品を何個売ろうとしてるんですかっていう話をいつもしてます。ここがすごく重要で、100円だったら例えば3000人売らなきゃいけないわけじゃないですか。でこれ100円のものを売ったら意味ないわけですけども、例えば500円の商品を、売ったら利益が100円っていう場合もありますよね。利益100円っていう場合も、例えば1000円っていう商品を、例えばアパレルとかだったら、ね、T シャツを1000円で売りましたと、利益は200円ですとかね。で売上は確かに30万ぐらいかもしれないけど、利益はその3人が6で6万円しかいかないみたいな、なんかそういう、計算になります。なので、まだね、商品ができてないと思うかもしれませんけども、じゃあ商品を作るときにどれぐらいの売上を達成したいのかっていうのはまず先に決めないと、もうビジネスの仕様はないです、実際は。なので、まだね、ビジネス構成できてないという方もいらっしゃると思いますけど、まず、こんなビジネスをやるだろうなというものがあれば、そのビジネスとして今考えていただきたいなと。で、その商品に価値をつけてみてください。で、例えば僕であれば、まあ、コンサルティング料金は僕はね、40万か70万くらいですね、うちの会社は、はい、で、じゃあこれを販売するためには、あ、違う、これ販売するためにはこれが、まあ、コンサルティング料金という、でこれのパッケージが、まあ、40万円か70万円という話ですね。例えばその先ほどの収納だったら、収納で、収納のコンサルとかそういう系ですかね、やるとしたらビジネス構築するとしたら、そうです。何をする人なんですか、これ。収納を教える人、教えて、そこで手伝いがって言われたら手伝いもします。ああ、基本的には教える、うん、あ、教える。大体いくらぐらい社員でいけますか。1人、お一人さん1000円ぐらい。1000円ぐらい、はい、1000円。これ1回こっきりですか。結構リピーターしてもらえるそうですか。そうですね、いろんなバージョンがあるので。いろんなバージョンがあるんですか、はい、あ、それはもうすでにできてる商品として大体、はい、あ、なるほど。だから、まあ、そういう感じで、例えば収納の、まあ、コンサルティングだったりなんかサービスだったとしたら、じゃあ1000円だったとして、じゃあ30万稼ぐにどれぐらいの、ね、金額をやらなきゃいけないのか。じゃあ逆に、1000円を30人やったとしたら3万円ですね。3万円だと、3万円では生活できないですか。3万円では生活できないから、じゃあ1万円の客単価を取らなければいけないのか。でも1万円の客単価だとちょっと難しいかなと思ったら、じゃあこっちを増やさなきゃいけないですよね。1000円で30万の300人ですよね。300人につき取れるかっていったら結構これもやれきついじゃないですか。じゃあちょっと5000円ぐらいだったらいけるんじゃないかなと。5000円だったらいけるかなと。5000円だったら15人ですよね。2分の1だ。違うか、間違ってますか。5000円だったら、そうですね、大丈夫ですね、はい、5000円だったら15人になります。で、15人だったらいけるんじゃないかなと、例えばなったとしますね。これももし難しいやったら、これどんどんこう分割していくしかないですよね。じゃあもう15人もやったら、もうちょっとね、本当にじゃあ1万円で1万円で30人やるしかないですよね。30万円いくんだったら、そうですね。じゃあ1万円結局取らなきゃいけないんだったら、1回が1000円だとしても、例えば10回セットで販売していくとかね、1人に対して。そうすれば、月トータルで30万円かなと、まあ、そういう計算を今ちょっと自分の方で、こういうビジネスモデルできたらいいなでもいいし、もうすでにある程度できてるって感じでもいいので、一回この計算をして、目標の自分の金額、売り上げ、まず独立するという前提でね、
まず30万か20万か30万ぐらいで設定して、これ逆算して、考えて、ちょっと今書いていただきたいなと思いますので、少しこうシンキングタイムということで書いていただく時間を5分ぐらいしますので、書いてみてください。はい。はい、ということで、ありがとうございました。さっきも言いましたけども、まあ、これすらって言ったら、ね、あれですけど、これができてないともう進められないです実際ビジネスっていうのはね。じゃ あ, これは、まあ、今回ねセミナー自体が一人企業っていうことなんで、まあ、一人でできるレベルっていうお話を今してますけども、先ほどね竹内さんがおっしゃってましたけども、テナント借りたらどうなるとかね、まあ、そういう話があるんですけども、それって結局これのね応用編なんで、じゃあ例えばテナント代がプラス100万かかるとしたら130万かからなきゃいけないわけですから、130万毎月稼がなきゃいけないんですよね。そうしたときに単純にプラス100万なんで、このゼロが増えるか、こっちとこっちになるかっていう話なんで、これをただ倍々にしていくだけの話です。で結局じゃあ130万の毎月の固定費、130万毎月稼げますと、売上が立ちますと、じゃあ人件費、じゃあ社員1人雇って20万渡すと、そしたら110万の売上になりますよねと、でじゃあここにテナント代がまたかかって100万落ちますと、で残り10万しか残りませんみたいな、で社長の給料10万円みたいなそういう形ですね。はい、で、あとは実際に資金を集めるパターン、これは資金が必要ないというのが今回のセミナーのテーマなんで、資金が必要なくてこれができますということで、で実際に資金があればね、資金がある場合どうなるかっていうと、これ結構結構大きなビジョンを描いている人は割とこれのちゃんと考えてほしいんですけど、例えばこれ1000万資本金があると、1000万資本金があるとしたら、実際この方程式をすぐ成り立たせなくても持つわけですよね、体力は。例えば1000万を10ヶ月、そしたら毎月100万円使えますと、毎月100万円使える、毎月10ヶ月、100万円かける10ヶ月ですと、で月に100万円稼ぎます、使えます、で資本金が1000万あるので、後でこれ、まあ、言うてもなくなってもいいわけですね、毎月100万円で、じゃあスタッフじゃあスタッフを2人雇いますと、これが40万ですと、で毎月60万円残ってると、で社長の給料20万で40万残ると、でこの40万円が例えばなんか服をね、アパレルやるんだったら洋服を40万円分作りますと、この資金でね、でもう売り上げゼロですと、利益がない、利益というかもうこの日100万円使って終わりみたいな、毎日100万円みたいな、利益全く出ませんみたいな、作ったものは売れませんみたいなね、この状況が10ヶ月続いても資本金が1000万円はいいんです。自分の社長の給料を20万と取りつつ10ヶ月は生き延びれます。だから10ヶ月後にここで売れ始めればいいわけですよね。ここで例えば月に、まあ、この固定費だったら最低でも、60万固定費かかってますから60万固定費の、ここで、ね、今まで作り上げてきたその在庫が売れ始めて、じゃあ毎月100万円ぐらい生むようになりましたと、そしたらやっとここで相殺されて40万ちゃんと利益が出るようになると、でこの1000万円多分誰かにね提供してもらってますから、この1000万を何年で返すかっていう計算にもよると思いますけども、例えば3年で返すとしたら、まあ大体月330万くらいですよね。あ、じゃあ年330万くらい返済していかなきゃいけないと。そうすると、まあ、大体月、12年で終わるんで、月10万ぐらいか、月10万ぐらいですね、10万ちょい、まあ、12万ぐらいだとして、30、28万残りますみたいなね、
から資本金があるパターンは大きなビジョンを描いてもいいんですけど、これをこれ結構使ってる方ですよね多分、うん、これをこれこういうふうにすればもう 100ヶ月持つわけですから、こういうビジネスがあればね、例えばそのアプリ開発しますとかね、あのメディアウェブメディア作りますとかだったら多分人件費 2,3 人で済みますから、それをこの資本金を切り崩して生き延びて爆発するまで待つみたいな、そういう戦略ができます。ただ資本金がない人はこれやるしかない、こっちやるしかない、資本金があればこっちやってもいいです。これが資本金の考え方なんですね、基本的には。だからなんか飲食店やりたいんですけど資本がありませんみたいな、お金貯めてますって人も結構最近いるんですけど、いやいや銀行からお金借りればいいじゃんみたいな話だし、銀行からお金借りればこれをね、先ほども言いましたけども、まあ、3年でこれぐらい返せばいいだけの話なんで、売上を上げていけば全然いいわけです。で結局自分のね社長の給料が、まあ、社長っていうかそのオーナーの給料がぶっちゃけなくても売上というか飲食店ですから食材いっぱいあるじゃないですか。あれ食べてればいいだけなんで、で店舗にね寝泊まりしてればいい話なんで、社長の給料0円でも、まあ、3年は持つと。で全然売り上がらなかったら1000万借金ですけどね、最終的には。だから、まあ、別にそんなに資本金があるビジネスをやろうとしたところで、まあ、別に借りるっていうね、融資を受けるっていう選択肢もあるので、そんなに先の話でもないです。だから結構これがね怖いっていう人がいらっしゃるので、じゃあこっちちゃんと地道にって言ったらいいけど、堅実に資本なくてもできるやつをやりましょうっていう話を、してます。こういう感じでね、結構特になんか融資を受けるっていう考え方がない人も多いので、意外と、借りれるので、そこでちゃんとね資本を使ったパターンと資本を使わずにコツコツやっていくパターンがありますんで、それをどちらにするかっていうのをまず必要かなと思います。はい、で先ほどの飲食店さんの件とかもそうですけども、最初に借りるとか借りないとかっていう話をした時はどうなるか、11やった時はどうなるかっていうのもちょっと自分の中で考えていただきたいなと思います。はい、それでは次の話に入ります。今のところで何か分からないこととか質問とかありますか？大丈夫ですか？はい、はい、資本金を借りるためには、はい、結構その人にも、はい、いろんな条件があると思うんですけど、はい、それってやっぱこう正社員で何年もやってたりとか、あと土地を持ってたりとか、はい、いろいろあると思うんですけど、普通の人でも借りれるんですか？普通の人でも借りれます。条件はクレジットカードが終わってなければ大体大丈夫です。そうなんですか。あとはもう事業計画書の書き方とか、あとはその実際に融資の担当ね、銀行の融資担当の人がいるんで、その人をいかに切り崩すかっていう勝負ですね。で実際にそこでコネとかも使えるので、ね、僕もパートナーに融資のコンサルタントがいるんですけど、そいつがもともと銀行の融資の窓口の担当の子だったんですよ。今保険の営業やってるんですけど、その子はもうずっとね融資受けないですっていう人に対して、これはダメですとかね、これはこうしたら貸しますとか、これなんでこの事業計画書はダメですねとかっていう側の人だったんで、その人に僕いろいろいつも聞いてますけど、まあ大体まあ結局は人なんで、なんかいやちょっと頑張りますっていう人と、これはこうねこうねこういうビジョンがあって、今でもこういう経験もあるし、こういう経験もプレゼン能力が結構ね問われます。だからまあ変な経歴がなくて、まあ、プレゼン能力があってちゃんと事業結果を仕掛けば意外と借りれます。ちょっと補足ですけど、広告とか普通の広告とか、あと今県とか東京都もそうですけども、その県がやってるその女性の今支援のそういう助成金っていうのがすごい出てるので、とか300万とか、うん、そういうのがあるので、そういうのを上手に使うと全然お金借りれます。はい、すみません補足です。はい、上川先生の会社のエステサロンさんの、あ、そうです。なんか助成金300万下りたって。はい、そうですね。で、今脱毛して今2年になるんですけど、うん、その方の事例今乗ってますけど、あしてまたよかったんですけど。はい、まあ、そういうね、助成金を受けるとかっていう選択肢もありますので、その辺も調べてやっていただければなと思います。まあ、なんかね、そういう資金を調達したいとかいうのも、まあ、相談していただければ、先ほどもね、融資コンサルの人とか、
紹介できますので、ぜひ相談していただければと思います。はい、それではですね、次は、ある程度ビジネスが決まっている人もいると思うので、まあ、ここはさらっていきますけれども、ビジネスの種類はどういうものがあるのかというところで、まあ、ざっくりと種類の方を説明していきたいなと思います。で、先ほども、言いましたけれども、基本的に単純です。ビジネスはですね。まあ、自分の商品を売るか、他人の商品を売るか、ただこれだけですね。ただこれだけです。この2つですね。で、自分の商品を売る、先ほどもね、今日いる人全員こちらですかね、自分の商品を売るっていう方で多分進めてると思いますけども、よく代理店とかね、フランチャイズっていうものはこっちですね。代理店、フランチャイズとか、で、比較的この代理店、フランチャイズっていうのは、まあ、取り組みやすいとされてます。今商品ができてますんで、ただそれを売るだけ、売るだけでね。で、この中には、まあ、コンビニとか、まあ、不動産の営業とかもありますし、まあ、保険の営業とかもありますし、あとラーメン屋とかね、そういうのも、マッサージとか、まあ、この辺も全部ね、代理店あります。なので、まあ、自分でビジネスモデル作れないとかね、すぐに始めたいとか、まあ、簡単に始めたいっていう人は、まあ、こういう代理店の権利とかっていうのを買ってビジネスを進めることができます。コンビニとかだと多分1000ちょい払えばできたりとかするので、まあ、融資も比較的ね、もともとブランドがある会社の代理店やりますから、融資を受けてこういう代理店を、ね、すぐにやるっていうことも可能ですと。で、自分の商品を売るっていうのは、これが、まあ、うち、まあ、僕もそうですけども、まあ、コンサルティングの商品を作って販売するとかで、川上さんだったら、収納のねやつをコンサルティングとかね、売るとか、あとは、相馬さんは何のビジネスでしたっけ。パジャマ。あ、パジャマか。はい、あ、じゃあ結構物販の方に、さっき僕が言ったネットショップとかそっち系の、はい、話なんですね。竹内さんは何でしょう。ハンバーガーと、ハンバーガーと、あとオーダーのヒールのシューズとかですね。なるほど。ハンバーガー屋さんはやりたいんですか。ハンバーガー屋さんですね。アメリカンダイナーみたいな感じの。なるほど、ね、はい、そうですね。ヒール、はい、あとヒールのお店、オーダーメイド。ここからまだあんまり最近思ったところに来てるんですけど。なるほど。僕がね、一回見たクライアントさんで、野球のグローブあるじゃないですか、うん、野球のグローブのね、オーダーメイドのグローブ屋さんやってる人がいるんですけど、うん、その人、ね、ずっとFacebook でなんかいろいろ宣伝してるやつなんですけど、僕がコンサルティングが入って、その人がね、なんか月にね2件ぐらいしか取り合わせなかったんですけど、1日20件ぐらいとか作るようになって、で、今ね、明けましておめでとうございますって今年 LINE したんですけど、最近どうですかって言ったら、300個予約待ちですっていう、もう生産が追いつきませんでしたね。お一人でやってるんですか。いや、オーナーさんが1人いて、うん、オーナーさんが1人いて、で、その下になんか野球を昔やってた、協力してくれる若い子がいるんですけど、まあ、バイトっていうか、業務お手伝いみたいな。で、僕がこの子を一人ずつ、まあ、一人ずつって、この一人、一番最初に頑張ろうとしてた人を、僕がこの人に直接教えたんですね。うん、この人はもうやれないから、大変だからって言って、で、この人にやらせたら、この人のブランディングやったら、まあ、ここですごい、なんか、今はね、なんか僕は YouTube 教えてないんですけど、今すごいなんか YouTuber みたいな感じで YouTube とかブログを紹介したりして、なんかすごいめちゃくちゃ活躍してる感じなんですよね。ちょっとオーダーメイドっていうことで、今ピンときたんですけど、実際これだったら多分ハンバーガー屋さんのよりも多分こっちの方が現実味があるかなと
そうですね、思いますね。あ、別にあのリスクないんで、これ僕もそう思います。でリスクないですから、まあ、こういうね、あの作る人だけ見つければ。作る人っていうのはその、あ、職人、あ、職人か、そういうことか。私が描いたデザインしたものを形にしてくれる人を探すってこと。そうです、そう。でここの、あのオーダーグローブの人もそうです。ああ、じゃあ職人さんがいらっしゃるってこと。そう、グローブ職人とオーナーと若い手伝い、お手伝いっていう3人だけで始めてます。で、SNS でブランディングしてちゃんとブログとかもね、ちゃんと作って、でちゃんと問い合わせページとか全部用意して、で、やったら300個待ちっていう感じなんで、これリスクないんでね、オーダー入ってから作ればいいんで、めちゃくちゃいいと思います、これ。なるほど。一応なんかこう、ウェディングとかで、こう、なんて言うんでしょう、こうオリジナルのものを作っていくみたいな感じで、単価とかもそんな安くしたくなくて、うん、やるんですけど、グローブっていくらぐらいなんですか。グローブはね、4、5万です。あお、すごいですね。まあ、結構ターゲットを、ね、絞るとか、結構そういうマーケティング的なこともちゃんと必要なんですけど、まあ、そういうのやれば全然 4、5万でも売れます。でもこの職人を見つけるとかっていうのはね、コネクションが必要。コネクションじゃなくても、今って僕この前です、ついこの間、アパレルの、個人でアパレルやってる人が社長とお話ししてたんですけど、あの人も一人で始めて資本金がね、100万ぐらい安い100万ぐらいなんか借りてやり始めたって言ってて、なんか工場と契約をして、自分が、その人も、ね、別に元デザイナーとかじゃないんですよ、なんかノリでやり始めたっていう工場の LINE 契約して、で自分が、ね、こうやって描いたデザインを、これ洋服ですけど、ちなみに自分で描いたデザインを言って作ってもらうと。で、意外と16個とかからできるんですよ、作れるんですよ、意外と小ロットで実はできて、16個からとかできて、でこれで発注で届きますと。で、それをネットショップとかでこう販売するみたいな。まあ、ちょっとね、あのこの人は、結構ターゲット絞ったところで、すごい仲良かったな。こう身長150センチ以下のめっちゃ細い人用専門の洋服屋さんをやってて、いい、ね、なんかマックス1500万ぐらい売り上げたかなっていう人で、素晴らしい、やってました。この人は結構なんかノリが結構ゆったりした感じなんで、めっちゃ稼ぎたいみたいな、起業したいっていうタイプではないので、この1500万程度で収まってますけど、でもこれ普通にじゃこのデザイナーさん雇ったりとか、発想をね、あのなんか外注したりとか、あとはなんか人雇ってなんかやったら、結構大きくちゃんと組織すれば、でもこれもちょっと自然にいくかなっていうモデルでしたね。この人、余談ですけど、この人もこの会社売却したいって言っててその話だったんですけどね、もう飽きたみたいな、今でね、そう、もう飽きたんでみたいな。で、僕のパートナーの社長さんに売りつけようとしてたんで、そのところに僕はちょうど居合わせたっていうだけなんですけど、はい、まあ、それこれだったら、ね、本当にすぐ行きます。資本金100万くらいで行きます。100万もなかった。その人、30万持ってて、30万で始めたんですよ、実は。で、なんか心配だから100万借りたいみたいな。で、結局これ手つけてないみたいな、そういうイメージです。だから受注発注で OK なんで。だからホームページ代だけです、ぶっちゃけ。ホームページのサーバー代だけお金かかるっていうイメージで、あと集客やっちゃえば、ね、結構全部先払いで、後でも。なるほど。ね、そう、全然キャッシュもあると。じゃあその在学中にビジネスとしてこう起業するっていうのも別にできそうな、全然できそうな感じですね。全然余裕です。余裕でできます。余裕です、ね、明日からできます。明日からできます。明日からできます。で、今はすいませんね、ネットショップも今無料で使えるやつとかいろいろあるんで、そういうこういうあのネットショップ、そういうのをうまく最初使って、うん、で売れてから徐々にそれにこう本編にお金かけて。ああ、なるほど。そうすると、オークションでもいいですよね、星間先生。はい。オークションで売ってもいいですよね。あ、オークションで売っても、ね。ああ、ヤフーとかメルカリとか、そうです、メルカリとかでテストマーケットする、なるほど、アマゾンでもいいと思います。これだったら相馬さんも同じパターンだと思います。そうですね、相馬さんもできますね、同じパターン、これぐらいで全然できると思います。なんかあれも子供エプロンとか、はい、そう、あとで僕喋ります、その方。ああ、そうですか。はい、なんかね、そういう感じもありますんで、多分ね、意外と考えてるよりすぐできます、企業って、で僕らが得意なのは基本的にそのネットを使ってやるっていう話なので、ネットって基本的にも受注発注ができるから、
作っちゃって買ってもらってから、ね、作って販売するということが可能なので、もうあとは、ね、勢いだけみたいな明日からできますみたいな決断だけですね。決断だけ決断してよいしょってやるだけであとはもうできちゃいますという話です。で、あの今すごいね、竹内さんすごいいいこと言ったんですけど、早いなんか学生からねできますかっていう話をしてたんですけど、もう学生からむしろやった方がいいです。なんかできることから、なんか貯めてビジネスモデル考えまくって社会人になってから、なんかサラリーマンになって、なんか一回社会を経験してから、なんか貯金して起業しますとかも遅いからやめた方がいいです。そう、今やっちゃった方がいいです。なるほど。これってなんか起業するにあたって、なんかどこかに役所とか、なんかどこかに申請がいるんですか？いや、別にいらないですよ。強いて言えば個人事業所得っていうのを仮の届け出せばいいだけです。どこに出せる？税務署に。税務署、はい、あの最寄りのその自分の地域の、はい、屋号考えてね。はい、屋号っていうのはあのお店とか飲食店とかによく書いてある、うん、あのなんかワインのお店みたいなね、大島商店みたいなね、そういう何でもいいんですけど、そういうのを自分で考えて名前書いて住所書いて終わりです。それ提出してればもう個人事業主として。それってお金かかるんですか？何とかいや、3,000円くらいですよ、確か。数千円です。はい、それでも、じゃあその日が創業日になるってことですか？そうです。まあ、申請出してない人がほとんどですけどね。そうですね。その場でやってないと後で儲かった時に追徴で取られちゃうので、ちゃんとやっちゃうと思います。そういう税金のことも知らなくてやっちゃうし、本当だ。意外と簡単なんです。すごい簡単じゃないですか。やってほしいですね。で、あの僕もよくクライアントさんとかにも言うんですけど、こうビジネスってもうスポーツと同じなんで、もういかに練習したかっていう話なんですよ。なんかいいビジネスモデル考えてとか、なんか素晴らしい、ね、仕組みを作ってとかじゃなくて、なんかこう昔からなんか何回も何回もやって、何回も何回も失敗して、まあ、野球だったらね、うん、小学校から素振りしてた方が絶対うまいわけじゃないですか。うん、だからといってなんか才能があるとかね、なんか素晴らしいなんか野球の、あのイチローのフォームをマスターしましたみたいな、高校から高校野球目指しますって言っても絶対無理じゃないですか。そうそうそう、なんかいかに素振りしたかみたいな、そういう話なんで、もう学生からやっちゃった方がいいし、今ね活躍してる上場企業社長さんとかも大体みんな学生起業してるか、親がもともと起業かどっちかなんて基本的にはね、それを継ぐみたいな、継ぐかもう学生起業してるかどっちかです。大体なんかいきなりすごいビジネスモデル見つけて成功してるなんて一人もいない。でも結構長年やってる。長年、ね、意外と地味に、みんな、ね、地味にやってますよ。いきなり売れる芸能人がいないと一緒です。みんなが芸人でも5年とか6年下にしてる。そうですね。ピコ太郎もね、最近の知ってます？ピコ太郎実は超苦労したっていうの。そう、芸歴も20年ぐらいですよね。昔ね、なんかマネーのトラって知ってたんですけど。マネーのトラってね、プレゼンしてね、あの時からあの海外で活躍できるミュージシャンになりたいっていう言ってて、まあちょっとミュージシャンとは違うけど、まあね、一応シンガーとしてね、話されたっていうのは、まあ、20年後だったっていう話ですけども、まあ、大体皆さん、社長さんはそういう感じです。途中でね、マスドタウンもそうだし、ね、サイバーエージェントもそうだし、基本的には最初はなんか広告代理店を、ね、からちっちゃく始めて、でだんだんコツ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 大きくしていって、で、いろんなビジネスモデル試していくうちに外れるものもあるし、当たるものもあって、たまたま何かドーンと当たって、それがこうみんな有名になって見えるから、あ、すごいビジネスモデル考えた人なんだなっていう印象はありますけど、それまでもう地道にコツコツね、いろいろ失敗しまくって大体皆さんやってるので、まず、まあ、今の本当に竹内さんの例で言ったら、学生からもう、ヒールをね、さあと言ったらさあね、やっちゃってもうガンガン攻めた方がいいです全然売れませんでもいいんですよ最初売れないんで、だから考えるようになるので、売れるためにはどうしたらいいかって発想になります。はい、そう、全然売れないんでね、最初は売れないのが当たり前なんで、そうです、やべ売れないみたいな、何がいけないんだろうって考え始めるところからがスタート、そこから自然に考えるから、どうしたらいいんだろうっていうところをずっと考えててもしょうがないということですね。はい、じゃあそんな感じで、今ね、割と実業の話だと思いますので、実業をね、やっていくということで、次はですね、まあ、さらなる上の、まあ、さらなる上のステップというよりは、ちょっとあれかな、確実に、集客できる方法っていうのを最後ちょっと、教えたいと思います。
まあ、すぐに起業できる SNS の使い方というところで、まあ、最後ね、これはマーケティングとかそのなんかセールスとかね、なんかそのテクニカルなことは一回抜きにして、もう本当に明日からもう事業化できるっていう、まあ、SNS のね、ちょっと先ほど言ったちょっと地味というかね、あの結構コツコツやんなきゃいけないパターンですけども、もう本当すぐにできるっていうところをちょっと話したいなと思います。この後ですね、あのアメブロを上川先生にお話しいただくんですけども、まあ、僕基本的にコンサルティングでもアメブロと Facebook と Twitter 使いましょうというふうに言っていて、先ほどのオーダーブログの方も最初 Facebook ばっかりやったんですけど、そもそもターゲット違うよねっていう話で Twitter に変えただけで、問い合わせ20件に増えたというところなんで、そのね、各媒体にどんな人がやるのかっていうのも結構重要です。ここでだったらまあ経営者とかね、まあ、結構経営者とかも多いし、まあそもそも顔出しして実名登録なんで、なかなか普通の人は意外といないです。結構ちゃんとビジネスやってる人とかね、ビジネスマンとか経営者とかは比較的多いです。で、最初そのオーダーグローブの人も、社会人野球の人に売ろうとしてたんですよ、最初は。高いからね、4、5万って高校生、大学生買えないじゃないですか。だから普通に社会人野球の人になってたんで、Facebook やってたんですけど、いや、そもそも普通に直球で高校生と大学生がいいよねっていう話になって、で、調べたら確かに買えないんですけど、結局、なんか お父さん、お母さん、親とか、親とかおじいちゃん、店で買ってもらうんですよ。だから別に関係ないということで、Twitter はね、学生とか若い人が多いです。若い人が多いので、こっちにシフトしてターゲット変えて、こっちにシフトしたらヒットしたという話ですね。で、実際に、結構ね、こう先ほど言ったけど地道な、ね、作業としては、例えば Facebook であれば、ご存知かわからないですけどもメッセージ申請と友達申請、これ僕ね、企業当初ね、ひたすらこうやりまくって、あのアポ取りまくってセールスしまくったっていう、ね、時代があるんですけど、これが大体ね、同時に送るとね、 1日40人ぐらい送ります。で、大体確率的には返信してくれる人が大体ね、20人ぐらいですかね。20人ぐらいか、10人ぐらいです。で、そのうちいろいろメッセージをしてお会いできたりする方が、まあ、1人ぐらいかなという感じですね。はい、なので、ね、これぐらいです。で、ここで自分の商品サービスをこう提案していくだけで、1日1人ぐらいはもう、あのとりあえずそのセールスの練習もできるし、自分のビジネスモデルを作ったらそれをこう1回販売してくれるっていうね、実務ができますので、すごくこれはね、いいと。で、反対にツイッターですね。ツイッターは1日、400フォローできます。400フォローできます。自分でするってことですか。自分でパチって。ああ、なるほど。自分がやっぱりガンガン行っていかなきゃダメなんですか。ガンガン行った方がいいです。行った方がいい、うん、で、これってプッシュ型のマーケティングって言うんですけども、マジプッシュね、プッシュのマーケティング、こっちがあのプル型っていうんですけどね、まあ、これ、さっき後で多分、上川先生も話した、一応プルとプッシュがあるっていうのがすごいところなんですけど、アメブロっていうのはね、プッシュっていうのは自分からガツガツ行くこと、で、プルっていうのは、ホームページとかブログとかで待ってたら勝手に問い合わせが来るとか、これを結構両方使っていくと、あのすぐ起業できるんですけど、はい、僕もこれ、最初、いまだにやってますけどね。これ僕がなんか何回もずっとね、3年間これ一応地味にコツコツこれやってます、まだまあ僕がやってるわけじゃないですけどね、うちの会社のアルバイトとかにやらせてますけど、これ大体、70人ぐらいやってきます。リフォロー70人ぐらいやってきます。で、その中に自動返信、まあ僕の会社で作ってるのね、ツール、自動ツールっていうのがあるんですけど、まあ、リフォローされたら自動で返信されるっていうね、あのシステム作った開発してるんですけど、それで返信をしたら、まあ大体そうですね、これも15人ぐらいですかね。で、実際にまたこれも同じで会えるのが1人ですね。で、これ30日やるとそれぞれ30人になります。で、これ合計すると60人
になりますと。で、60人、例えばね、先ほどの、竹内さんのね、ヒール、オーダーヒールをね、60人に、まあ、ある程度興味ある人ですね、これは。ある程度興味ある人。なんか適当にわーってやって、なんかとりあえず会いましょうじゃなくて、こういうあのビジネスをやってるんですけども、ちょっと一度聞いてみませんかって言って、あ、わかりましたって言った人のは60人です。でこれ例えば、2人でもいいんで、買ってくれれば、とりあえず買ってもらったという実績がつきますし、一回このビジネスモデルを作ったというその自覚ができるんで、あとこれ増やしていけばいいんですよね。だから60人に当てた、例えば2人に。これであのコンバージョン率っていうんですけど、これ確率論なんで、じゃあこれ120人に増やしたら4人ですよね。で、2人で例えば10万円の売り上げであれば、単純にかける2なんで20万円の売り上げになると。じゃあ、これじゃあね、例えばこれを頑張ったところで、ここまでしかいかなかったと。としたときに、じゃあアメブロを やりましょうかとかね。じゃあアメブロでプラス20人増やしましょうかとか、インスタでね、プラス20人増やしますかとか。じゃあメルマガやりましょうかとかね。で、プラス20人増やしましょうかとか。あとは広告出しましょうとかね。ホームページ作って広告出すとかね。で、これでじゃあ、これが例えば当たって100人になったりとかね。で、そうするとこれをね、じゃあ例えば20、20、20、60、160で160人と120人プラスして、まあ約300人になりますと。で、これ成約率が、まあ、大体、30分の1ぐらいなんで100人ぐらい。100人か。100人じゃないか。10人か。10人ですね。はい、じゃあ10人買ってもらいました。10万の売上なんで100万年の売上です。まあ、そういう感じで、こっちの即効性のあるね、こっちのプッシュ型マーケティングを最初やると、すぐに利用できます。これが、今ね、ヒールの話だったんで、ここから原価とかいろいろかかっちゃうかもしれませんけども、例えば、川上さんみたいな感じでね、教えるだけっていうビジネスであれば、明日からできます。これでね、契約したらもうこれ全部、例えば10万円で契約したらもう10万円入ってくるから、で、コンサルティング系なんで、ね、なんか固定費とかないじゃないですか。リスクもないからね。だからこれ決まった瞬間も全部自分の利益なんで、例えば10万円だったら2個で20万円なんで、もう独立起業できますよねみたいな、そういう話がある。でこれ両方やるとすごくいいです。でこれこの前もね、僕ホリエモンの、あれ言ったのなんかホリエモンチャンネルっていうところがあるんですけど、なんか起業するには何から始めたらいいですかっていう、あ、本当ですか、 YouTube でなんか質問でなんか Facebook とかメッセージとか送りまくればいいなみたいな回答したんですよ。あ、そうなんだ。そういうホリエモンが言ってて、あ、俺がいつも言ってることじゃん。本当そうです。ビジネス作ってなんかメッセージ送りまくればいいだけじゃんみたいな。テクニック文みたいなのを作っておいて、もうコピーペーストとかでもう送りまくるみたいなイメージ。アメブロマと言いますが一緒です。そう、僕はもうこれやりまくって、そのこのやっぱね、いかに見込みのお客様をピンポイントでこう会うかっていうのを研究した結果、なんかスゴロクみたいなのが出来上がって、エクセルでね、なんかまず最初にこのメッセージを送って、これが帰ってきたらこれを送るみたいな、はいはい、このパターンが来たらこっちみたいな、心理戦になってでここ来ちゃったら戻るみたいな、そういうテンプレート僕作ってエクセルで、すごい、でそれでこうコピペしまくるみたいな、あ、メッセージの、そう、大体その通りにやると、まあ、ある程度濃いお客さんと会える、会えるんで、なんかわけわからない人と会うことはない、ある程度興味ある人だけしか会わないことができるというやつを作ってますね。これ多分意外とやってる人いないと思いますけど、僕はもう地味にね、勢いで起業したタイプなんで、もう脇苦しんだ結果それだったんですけど、まあ今はこっちから集客もあるし、人脈からの、ね、紹介もあるし、こうやってね、セミナーからの集客もあるし、メルマガ、LINE アットとかもいろいろやってますけども、まあ、今言ったように、ここもやってるし、ここもやってるし、ここもやってるし、ね、昨日来ていただいた方は、インスタから来ましたけどね、うん、だから今日はツイッターの方から来ていただいたんでね、すごい。そう。まあ実際にそのうちの何人かが僕と、なんかこう、どっかに来ていただけると、そういうふうにできますということですね。それが、まあ、すぐに起業できる SNS の使い方ということで、これがね、もう明日から。あとはもうビジネスモデルを作ってやるかやらないかだけの話ですね。
で、なんか最初の方を聞いてたらね、なんかハンバーガーとかパジャマとかね、結構ちょっと資本金必要系もちょっと時間かかる系かなと思ったんですけど、まあ意外と今回こうヒアリングしたら、もう明日からできる、全員ね、全員明日からできるあのビジネスモデルなんで、ぜひね、やっていただきたいなと。